どうも、こんばんは。のぽです。今日はクラウドが今回のアップデートで強化されたということで、ちょっと使っていきたいなと思っているんですけど、このまず DA のフットビリーズが上がったっていうのと、ウエスマが早く出るようになった。あとこのリミットの貯めるやつが1秒ぐらい縮まったと。最大まで止まるのに約1秒ぐらい、60フレームぐらいっつったかな、1秒ぐらい速くなったのと、このシールドが大きくなったので、まあ、はみ出す漏れがなくなったと。 DA が強化されたのとても大きいので、本当にどれぐらいだろう、相当違うと思うんですよね。まあとりあえずやっていきましょう。はい、今日もね、とりあえずクラウドを使ってオンラインで今日はやってるんですけど、本当に最近この追加されたね、ベレスベレと本当に多い。強いんですけどね、きっと。どうなんですかね、こんなにみんな使うのみたいなぐらいすごい使ってるんですけど、これってやっぱ出たばっかりだからなんですかね。普通に強い方なんですかね。ウエスマが早く出るようになったっていうのを活かしてめっちゃ使いたいんですけど、使いたがりでちゃんと使えてないっていう。でもとりあえず DA めっちゃやりまくって相手を早くバーストしたかったんですけど、ちょっとステージが広い、横に広くないですか、これ。海とかよくわかんないから終点にしてほしいんですよね。こうギミックのあるステージとかわかんないんで。いや、このスマッシュボールの必殺技もよく見るんですけど、ここ2日間くらいで。ファイアーエンブレムちょっとやりたくなりますよね、こういうの見てると。なんか、サメがね、来るっていうの知らんかったんですよね、これ。掴んで、下にやったら大体前に行くから、その後に空営のやろうと思ってたら、後ろに行ったんで、あれってなってました。クラウド全然使ったことがなくて、この DA でね、めっちゃ、吹っ飛ばしたいっていう。まだ早いんですけどね。まずこの弓、やば。弓強えわ。チーム戦とかの時のこの弓はマジでやだ。マジたまんの早え。チャージし終わった後、竜巻みたいなので、できるって使う前に知ったばっかりで、めっちゃ使いたがりになっちゃってる。素振りしてる。素振りしてるとか言ってるけど、俺なんだよな。なんかもう上手い人ってもっともパッパッパッパって機敏に動くの。もうちょっと機敏に動きたい。ジャンプとかもっと小刻みに。ここで、そう、このサメに倒してもらおうと思って、めっちゃこうズルしてたな。ズルっていうか、ここも空洞で。この試合はこんな感じでしたかね。まあでも普通にやっぱり強くなってますよね。で、続きまして、またペレスがいると。相手、何？止まってた。この DA ですね。ャキ。ケンキャラかっけんだよな。かっこよくないですか？
僕は普通にあパルテナ使いやすいなとか思って、まあ、パルテナ強いキャラじゃないですか、結構使ってたんですけど、ケンキャラもかっこいいからなんか一体使えてなりたいなって思いつつ、まあ、ベレスベレと買いたいなと思いつつ、いやクラウドでもありなんですけど、全然もうかっこいい、こいつを DA で倒したくてね、本当にもうもうリードリー吹っ飛ばすんじゃないと思って、ウェイこの吹っ飛ばしですよ、このパーセンテージでリドリー飛ばしてくれるんだったらもう十分強いですよね。いやーケンキャラはなんかやっぱ男にとってはやっぱりたまんの早っまた竜巻無駄遣いしちゃった何にも弓見てなかったら普通に撃たれてるんですけど、もうこっからはもうさすがにね、僕と味方が2機ずつあるし、相手戦意喪失しちゃってるよ、もうここ味方死んじゃってみたいな、何してんのみたいな、ここ最後ジャケット、まあクラウドみんなも強化されたみたいなんで使ってみてはいかがですか。今日はこの辺で、ありがとうございました。